三つ吉寺駅は大阪府平方式田中部に町丁目にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH19。相対式2面2線のホームを持つ京城駅。改札口は1カ所のみ。エレベーター設備は入り口、ホームともに完備。半径約500メートルの急カーブ上に駅が作られており、制限速度時速95キロメートルで通過する。 有頭列車に合わせて、カントが設けられているため、停車列車は大きく傾く。そのため、上り列車の場合は、ホームと列車の間に隙間が生じるため、注意喚起放送を流し、ホーム端を紅白縞模様、注意喚起シートをつけて、隙間を目立つようにしてある。さらに隙間の下から LED 照明で照らし、転落した場合に備え転落検知装置が設置されている。両 ホームとも有効庁は8両。現在の京城駅になる前は、ホーム同士を結ぶ連絡通路がなく、改札もホームごとに分かれていた。そのため、脱却時には駅のそばの踏切で、遮断機が下がろうとしても無理に通行する客が多く見られ、実際には駅勤務員により、遮断棒を押さえて通行させていた。また、テレビ番組で取り上げられたこともある。当時は、 上りホームの大阪寄りにラッシュ時用の臨時改札口があり、これは京城駅社課に伴い閉鎖された。当駅の前後の区間は当初併用軌道で敷設され、1931年に線路を道路の横に移設して専用軌道化している。このため道路と線路の間の余裕が少なく高架化は困難と見られてきた。しかし国土交通省は 平方公園駅氷園駅を連続立体交差化事業の対象としており、高架化に向けて動き出すことになった。2013年基本設計がまとめられ、2014年より用地取得を開始、仮線を引き一線ずつ高架化される計画で2028年完成予定。なお、高前寺駅は現在地より京都側の直線部に移設される。 案内放送は簡易式であり、車種、行き先の案内は行われていない。また、戦術の通りホームがカーブとなっているため、下り通過列車は必ず警笛を鳴らす。2019年度の特定日における1日の上行人員は2万1799人である。各年度の特定日における1日乗車、上行人員数は下表の通り、 駅周辺にはスーパーマーケットがない。2006年11月の三代目オケイは、うん、CM 開始当初、カモリバー音楽学院の学園長として、宮城静子が、三好寺、君江役で出演していたことがあったが、この名字は東駅に由来する。ありがとうございます。